それではお待たせいたしました。早速映画グリンチ日本語吹き替えを担当されたキャストの皆さんをお呼びしたいと思います。主人公、世界中で愛され続ける超ひねくれ者グリンチ役の大泉洋さん、仕事を頑張りながらシンディールーと双子の弟を育てる優しいママドナ役アンさん、クリスマスが大好きなグリンチの陽気な隣人ブリクルバーム役のロバート秋山隆二さん、サンタクロースにあるお願い事をするためクリスマスを心待ちにしているキュートな少女シンディールー役横溝奈穂さん、そしてひねくれ者のグリンチを温かく見守るナレーター役宮野真守さんです。いやどうもどうもすごいですねこれ、すごい、うわ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 、ということでイルミネーション点灯式、こんなにたくさんの方々に見えました、よろしくお願いします。すごいですね。ねえ、もうこの辺のお客さんにはねずっと見切れてました我々の見ましたね。会釈すんじゃないよ出る前から。いやそこが見えちゃったんだから会釈するよ、ね、あそこでずっと会釈するじゃないよ、かっこ悪いな、会釈するしかないんだ、隠れきれないんだよね、さっそうと出てきなさいよ、うん、いやすいません、もう皆さんの名前を呼ぶ前からもう皆さんはね心待ちにしてたわけなんですけれども、改めて日本でのこのねプレミアイベントということで今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。たくさんのお運びで、ね、ありがとうございます。さてすでに大泉洋さん、そしてね横溝奈穂ちゃんはいろいろとグリンチのイベントに参加されていて、つい最近もニューヨークに行かれていたわけですよね。行ってきたね。はい、行ってきました。行ってきました。どうでしたかそのプレミアに参加されて。どうだった。あー、レッドカーペットがグリンチの色ですっごい綺麗に緑色に染まってて、それはすごかったし、グリンチっていう大きなオブジェもあったね、大きな看板あってね、すごい。あとタイムズスクエア、タイムズスクエアが何分に一度、何分、10分に1回行ったかな、10分に1回ぐらいにこう緑色に全部グリーン、そうです、まさにだから こういう感じですね。この日比谷のこの街とかがブワーッとこう、でっかい掲示板が全部グリーンチになるんです。すごい、すごいね、すごい感動しました。盛り上がってました。大泉さんも楽しかったですか。いや楽しかったかって言われると楽しいって言いなさい、楽しいって言いなさいよ。何で迷うんだよそこで。楽しかったんですけど、うん、その会場自体がちょっとこうなんていうんですかね、ちょっと仕切りがなんかちょっとぐちゃぐちゃになって、仕切りがぐちゃぐちゃ、グリーンカーペットってスターが出てくるにもかかわらず、うん、スターが通る道と、うん、そのニューヨークプレミアを見る一般のお客さんの動線が若干かぶってて、かぶってるとこあるの、まずい、それまずいな。この後カンバーバッチがそこで歩くっつってんのに子供がてっくり返ってるそこで、やばいなそれは。あすごい、だけどなんか知らんけど ガードマンはどっちかっていうとなんかそこのタレントさんよりも一般人を守るもんだからふっと僕が向こう行け向こう行けって言われるんですよ。No No No、 そうじゃん、俺出るんだ俺出るんだよって、タレントが交際じゃん。そうなんですよ、でも英語喋れないもんだからソーリーソーリーと謝るばっかりでずっと横避けられてたんですよ。すごいな、そこはちょっと若干無法地帯になってました。仕切りが悪いですね。言わなくていいんですよ。のっけから仕切りのクレームやめてくださいよ。イベントは誰だって聞いてやめなさい。本国の仕切りのね、本当に。いや、今の言葉でね、日本のスタッフもヒヤヒヤしてると。やっぱりね、日本のスタッフもビシッとしますよ、もう。ありがたいです。仕切りがバッチリですか。ありがたいですね。バッチリ頑張っていきたいと思いますけれども。さて、このグリンチジャパンプレミアなんですけれども、さらに今日は、特別ゲストが駆けつけてくださっております。あらあらあら、早速お呼びいたしましょう。映画グリンチ日本語吹き替え版のイメージソングを歌うパフュームの皆さんです。おー、すげー、パフュームや、うわうわ、パフュームだ、パフュームだ、お邪魔します。こんばんは、よろしくお願いします。じゃあ改めてパフュームの皆さんからも一言皆さんにご挨拶いただけますか。かしゆかです。あーちゃんです。どっちです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。初めて見た僕この自己紹介。やったテンション上がりますね。テンション上がりますね、テンポもいいんですね。テンポもね、ねえ、やっぱりこういう持ちネタがあるってのはいいですよね。持ちネタっていいじゃない、やっぱりいらないでしょ大泉さんは。持ちネタじゃないし、持ちネタいいな。でも豪華ですよ。本日は総勢8名によりますなんとイルミネーション点灯式ということでやっていこうと思うんですけれども、いやさてちょっとお話をさせていただきます。このクリスマスを盗むグリンチっていうのはまあひねくれ者でございますね、うん、そこでレッドカーペットをグリーンカーペットにしたりとか、あとポップコーンを緑のグリーンカラーにしてしまったりと、世界中でさまざまなものを盗んでおります。
さあ先日もなんですけれども、ご覧になった方もいるかもしれません、ユニバーサルスタジオ行った人もいたりするんでしょうかね。あ、ユニバーサルスタジオ行きました、僕とね、なほちゃんでね。あら、いいね。そこも行かせてもらったんですね。大阪もね行っていただいたんですけれども、そこではミニオンのイエロークリスマスを盗んでなんとグリーンにしてしまった。あ、おい、やってやりましたよ。あの黄色をグリーンに変えたの。グリーンに変えてやったんです。ひねくれてますね。ねえだろう。子供たち泣き叫んでました。ひねくれてますね。ひねくれてんな。やってやりただのもう実写ですよこれもう。やりました。実写はあなたの。俺コスプレですから、ね。恥ずかしくないのかな。恥ずかしくないよ。逆にこうであれよ。何このシックな感じ。少しなんかこう自分なりになんか噛み砕いた服装しなさいよ。いやいやいや、こんな丸々くるんですか。俺おかしくないよ。こんなグリーンな人がこれ。テーマカラーじゃん。なんであなただけ実写化してるんだ。そうなんですよ。テーマカラーって黒じゃないか。ただすいません、お話を進めさせていただきましょうか。山さんがね、緑ヶ丘でやれじゃん。緑ヶ丘で。大阪でもそういうことしましたから。緑ヶ丘でやれ。いいですか、聞いてくださいね。ここ東京でも何かクリスマスを盗むというような話を聞いておりますけれども、いやいやいや、盗んでやりますよ。ここ東京でもグリンチャ盗んでやりますとも。わわわ、何でございましょうか。何を盗むんでしょうか。今日はですね、皆さんのハートを盗んで大丈夫、出せ出せ、すげえ出せ。大丈夫ですか、段取り分かってますか。何言ってんの。私もなんでここだけこんなアドリブを言ってしまったというふうに。段取り分かってます。何なのこれ。私は今日はですね、この日比谷のイルミネーションを盗んでやろうと思ってるんですよ。盗めんのそんなの。よかったよかった。やりますとも。よかったよかった。覚えてた。なんでハートのやつ言っちゃったんだよ。まさかのアドリブでびっくりいたしましたけど、ちょっと言ってみたかった。じゃあそんなイルミネーションを盗むということで、はい、こちらの点灯ボタンご用意させていただきます。そんなことできんの。今点灯ボタンからなんか落ちたけど大丈夫。カコーンオーナメントが大事なもの落ちたんじゃないだろうね。さあそれでは大泉さん覚えてますでしょうか。あの掛け声も必要でございます。分かってますよ。いいですか皆さん。何何、はい、心配だな。私がここで、うん、メリーと言いますから、皆さんはジェーンと言ってなんだろうそれ。もう時間がないのよ、さっきからしょうもないの連発なのよ。広さんこんな野外でよくそんなこと言えるな。ジェーマなんでみんなでメリージェーン歌うんですか。間違えました。間違えました。ボケなくていいんだよ別に。間違えてしまった。うん、やばいね。私がメリーと言いましたら、皆さんはクリスマスじゃなくて、グリンチマースと言っていただきたい。お、グリンチマス、メリーグリンチマスと言っていただきたい。グリンチマス、何それ。グリンチはクリスマス盗んじゃいます。何それじゃねえんだよ、ね、グリンチマス。大泉さんが考えたんですか。わあ、もう私が考えそんなうまくもないし、メリーグリンチマス私が考えました。気持ちよくないよ、五感が。うせえな。私がメリーグリンチマースと言いますとですね、このそうですね、大泉さんがメリーって言ったらみんなでグリンチマース、グリンチマースと言ってください。そうしましたらこの日比谷のイルミネーションをグリンチがバッと盗んじゃいますから。楽しみですね、アンさん。はい、楽しみです。では皆さん、何ですかそのアンさん、喋ってねえなみたいな感じで突然振って。寒いんですよ、寒いんです、アンさんは。大丈夫です。心が温かい。じゃあこれも、はい、本番でいきますので。参りましょう、参りましょう。大泉さん、よろしくお願いします。それでは皆さん、動きた、ご唱和ください。メリーって言ったらグリンチマスですよ。グリンチマスです。はい。それではいきます。メリーグリンチマス。と言いますと普通ね、赤ですとか青ですとかいろんな色がございますけど、ラビ赤ですけどもね、全部グリーンにしてどこ行ったってグリーンチはグリーンチしますからね。すごいな。私の今日の衣装と同じ鮮やかなグリーンになりました。グリーンを着てこい、本当に。俺が正しいんだよ、グリーンを着てこい。なんで俺だけはしゃいでるみたいになって緑で来てください。よかったでございます。メリーグリンチマスという掛け声で見事こちらのですね、東京ミッドタウン日比谷初のイルミネーションがグリンチに盗まれてしまいました。やりました。
さあでは、いや綺麗だな。まずは一つ目のですね、お仕事が終わったところでいろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずは全員の方々に質問させていただきます。まあ、イルミネーションといえばクリスマスでございます。皆さんにクリスマスの思い出をぜひお話ししていただきたいと思うんですが、大泉さんいかがでしょうか。あ、ちょっとあの私からじゃない方がありがたいです。ちょっと時間もあったんですけど一つも考えてこなかったです。時間をください。僕の次からお願いします。今もうあんさんずっと喋ってたよね、裏で。考えてなかったんです。考えてないんだ。じゃあ、あんさんからいきましょうか。はい、クリスマス、私はあのキリスト教の学校に通って、あの聖歌隊っていう合唱部みたいなところにいたので、クリスマスになるとみんなであのろうそくを持って賛美歌を歌うっていうのが、毎年 の、 あの恒例だったので、今でもクリスマスになるとなんか賛美歌を歌いたくなります。素敵、素敵ですね。素敵、本当に目に浮かぶクリスマスの思い出でございます。いや、秋山さんみたいに面白いこと言えない。いや、やめて。そんな感じハードルの投げ方してる。仕方ないですよ、秋山さんは今から世界一面白いこと言うんだろうな。言うんだろうな、面白いこと。こんな街の中で本当に滑りたくないよ、俺も。そんな秋山さん、ぜひお願いします。いや、親父がね、すごいこうイルミネーションみたいなのすぐするんですよ。父ちゃんがもうするタイプ、もうクリス中学の時に後ろの裏の山に全部イルミネーションして、近所中からあの家やばいだろってなってた家です。マジで。たまにあるでしょ、街でやばいすげえやつ。街ですげえやつあるでしょ、どの街にも一つ。それのとんでもない数倍のやつです。すげえ。人の山全部イルミネーションしちゃって。今回の役ぴったりですよね。今回の役ぐりくるぼ。確かに確かに、まさに本当にその感じですよ、本当に。ちょっと寒くなりました。いや、キャラクターそのまま終わりなんですか。山を一つを、山は越えたよ、全然。全然越えちゃったよ。山は寒くないですよ、その変な。なほちゃんはそんなね、受けとか狙わなくていいですからね。じゃあなほちゃん発表してください。おじいちゃんの誕生日が12月24日でクリスマスイブで、ほら、そうなの。毎年家族でおじいちゃんの誕生日とクリスマスを一緒にお祝いしてます。すごい、めちゃくちゃいいね。素敵なエピソード。いい話でございますね。じゃあ宮野さんいかがでしょうか。そうですね、まあ、昔の話なんですけど、ゲームセンターの前とかに大きなサンタクロースの人形あるじゃないですか。よくこう踊ってるやつこうやって、あ、はい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 、あれがいるとセッションしますね。あるね。セッション、今日踊ってんね。いい声。今日も会ってくるときなんか空気のこんななって空気が、やっぱそういうのいたらやっぱセッションしますよね。なんでセッションするんだよ。思い出でもなんでもない、毎回するっていう話ですか。それないでしょ、セッション。変わってるな。恒例です、恒例。変わってるわ。じゃあちょっとパフュームの皆さんどうでしょうか。パフュームちゃんは、あ、そうですね、クリスマスは私たち広島出身なんですけど、イベントガールやってました。もういろんなイベントに出るんですよ。で、なんかパラパラ踊りに行った思い出があります。サンタさんのなんか水着みたいなやつ。サンタの水着、サンタの水着、へそ出しでした。へそ出しサンタね。キャミソールみたいな、ベアトップみたいなの着て、で、こういうなんかサンタのやつで13歳とかかな。すごいですね。パラパラやってるんですか。パラパラやってましたね。した、うん、セッションしたいな。セッションされちゃうな。なんでもセッションすけるな、サンタだから。なんでもセッションするんじゃないって。すごい、いろんなやってるんです。さあ、皆さんのお話出ましたけれども、大泉さんはいかがですか。思いつきました。大泉さん、あのでも パフィムさん の、 そのサンタの衣装で思い出しましたけど、うんうん、はい、僕もあの大学時代に付き合ってた彼女にクリスマスで会った時にサンタの服を着せようと思って怒られたことがありました。なんでそんなもの着なきゃいけない。おい、なんで俺こんな話しなきゃいけないんだよ。なんつ話なんだろう、それ。ないんですよ、なんかクリスマスの。なんつ話をするんですか。これ来て盛り上がりましょうみたいなこと、全然セッションしてくれなかったっていう。なんでこんな服着なきゃいけないんですかみたいな感じ。激しめのやつやったんでしょうよ、それ。いやいや、全然もっと全然お腹が出てない、もっと普通のサンタの衣装でしたよ。なんかこう着てもらったら可愛いのになと思って、全然着てくれなくて。いや、いいんですよ、その癖の話は。あれが癖の話ですか。癖っていうのやめてくださいよ。楽しくやろうと思って、こんなの使えないよ、こんな話。自分が時間たっぷり使ってそうなったんでしょうよ。ですか、今日はもう。いや、ね、皆さんね、素敵なお話ね、披露していただいてよかったです。全然ですよ、最悪ですよ。じゃあ、大泉さん、ご自身にとってもこうグリンチ、ね、
声を担当されて、はいはい、実際ご覧になってみていかがだったでございましょうか。いや、やっぱりこう私がこう苦労したところもありまして、なんか非常にその細かく声が入っていて、まあ、カンバーバッチさんともほぼ遜色がないかなと思う。私はカンバーバッチかなと思いましたけど、私が声を入れてるのを聞いてよく言いますね、私はカンバーバッチかな。私もそうですけども、他の方もまあ皆さんも立派で、パフュームちゃんも上手だったね。出てないです、やってないです。上手出てないです。出てない、歌はやってない、もう最高の最後です。適当。パフュームのまた歌がねぴったりで、歌が、はい、ありがとうございます。タイニーベイビーが良くて良くて、あとはもうな、なほちゃんのな、シンディールもいいし、いい、またね、アンさんのやったドナもよかった。ごめんなさい、なんか連れてかれ、連れてかれそうで、ナレーションがまたね、美しい声でよかった。ありがとうございます。ブリクルなんで全部ちょっと覚えてないんだよ、毎回。ブリクルバウムね、ムもおじさんね、陽気な。ぴったりですよ、ゲラ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 ずっと笑ってる役。はい、よく笑う役。やっぱりなんかこうね、チーム感が出てすごい良かったですね。なんか声優チームの一体感がすごく感じられました。じゃあもうご自身でも太鼓判を押すぞという。いや、もう120点ありがとうございます。でもね、大泉さんがおっしゃいました、じゃあ後ろにいらっしゃるパフュームの皆さんからご覧になった大泉洋さんのね、声はいかがでしたでしょうか。いや、もうそのまんま、大泉さんそのまんまでしたよ。いや、そんなことないでしょ。いや、そんなことないでしょ。いや、僕もうこれ以上ない役作りして挑んでますから。ところどころ、そんなね、人ただの棒読みみたいな言い方やめてくださいよ。ずっとぼやいてるじゃないですか。確かに、こう愚痴言うもんね、確かに。ボソ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 ってずっと言ってる感じとか。大泉さんそのまんまでしたね。いやいやいや、そんなことないですよ。自然と入ってきました。いや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 、もう本当グリンチにしか見えないよね。そうですね。いや、まあ、そうです。いや、でも先ほど大泉さんがね、あのパフュームさんたちのこう歌のことも話していただきました、はい、またすごくこのタイニーベイビーというね曲が素敵で、いいんだよ、あれが。ありがとうございます、ありがとうございます。ね、ちょっとパフュームの方々に、はい、ぜひ教えてもらいたいんですけれども、この今回の曲のまあちょっとポイントとなる振り付けって、少し私たちができる範囲でここで教えてもらっていいですか。はい、はい。そんなの教えていいんですか。もう全然一部分ちょっとだけ、企業秘密、子猫、愛想ってなーにって、愛想ってなーにっていうちょっとひねくれた風があるんですけど、じゃあそこだけちょろっと、なんだっけ、ちょっとなんだっけ、みんなでこっからか。ありがとうございます。あ、すいません、上半身だけなんです。そんな簡単なんですけど、せーの、ティーニーウィーニー子猫、愛想ってなーに。かわいい、はい、これできるかな。なんかグーパーグーパーってやるんですよ。パーグーパーグーパーグーパー、愛想ってなーにです。パーグーパーグーなのかグーパーグーパーパーグーですね。パーグー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 ですか。パーグーパーどっから数えてるか。そう、どっから数えてる。私こっちの手で覚えてたわ。なぞってなーに、なーに、いや、これなーに、なほちゃん覚えられそうですか。なほちゃん早い、できそう、できそう。おー、ね、かわいい。じゃあぜひ皆さん覚えていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞどうぞ、また戻っていただきまして、ここでですね、ちょっと大泉さんとアンさんとなほちゃんに聞いてみたいと思います、はい、まあクリスマスまであと1ヶ月に迫ってまいりましたよ。で、劇中ではこの村のクリスマスが例年より3倍に盛り上がるっていうことから、グリンチがもうクリスマス盗んでやろうみたいなね、こうひねくれた考えを持つわけなんです。はあはあ、そこで質問させていただきます。今年のクリスマスを盛り上げるために何か企画していること、またはこんなクリスマスにしたいと思っていることはどんなことでございましょうか。大泉さんどうですか。私ですか。大泉さん、そうですね、今年はですね、まあ、私は北海道の人間なもんですから、なんかこう、家族でもしできたらこうスキーにでも行って、なんかこうゲレンデでクリスマスとかをなんかこうお祝いできたらいいなとちょっと計画してるんです。素敵、ホワイトクリスマス。素敵、めちゃくちゃいいじゃないですか。ねえ、うん、
素敵ですね。ありがとうございます。じゃその際にはサンタクロースの格好もしていただくといい。あ、そうですね。いいですね。ちょっとまた妻に言ってるとまたいろいろ問題が私がねえして嫌な話しちゃったから盛り上がりたいと思います盛り上がりたいと思いますけどね。ではアンさんいかがですか。はい、毎年あの七面鳥を焼くんですけど、今年も焼いてケーキとかも焼いてっていう感じでお家で過ごそうかなと。家族ケーキも焼いて、ケーキもなんか買いに行くより作っちゃった方がなんか早いっていうか、はい、なのでまあ頑張ってその日は午前中は一生懸命なんか作ったりして、まさにあのドナのように一生懸命に。そうですね、もう本当に3人の子供たちが楽しそうに、本編でも風の村の人たちが合唱するシーンがあって、私も参加してるのでお家で練習してたら、楽しいクリスマスとかっていうのを子供たちが真似して歌うようになったので、お家であのもう皆さんぜひ本編で注目していただきたいんですけど、すごいいい合唱のシーンがあるので、はい、見ていただければと思います。素敵、いい話でございますよ。じゃあなほちゃんどうですか。家に大きなクリスマスツリーがあるらしいんですけど、私一度も見たことなくて。そうなんだ。今年は伝説みたくなってる。伝説のツリーが。今年は絶対出して、みんなでクリスマスパーティーをしようっていう約束をしてます。おお。今まであるらしいけど出たことがないの？私は見たことがないんです。何それ？あなた見ないで一体誰見てるんだろうね。あなた以外にはなかなかね見せれる人いないんだけどね。今年は出してもらおうね。はい、ね、はい、素敵なクリスマスになりそうです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではここで取材の方向けの写真撮影に移りますので、一旦皆様ご準備のためあちらでお待ちくださいませ。はい、またよろしくお願いいたします。どうす、ではこれからステージに転換を行いまして、準備が整い次第写真撮影を行いますね。で申し訳ないんですけど、ここにずらっと記者の方たちがいらっしゃいますので、この方々のみ撮影許可になっているので、お客様すいませんけれども写真撮れなくなってます。申し訳ないです。では準備が整ったので、改めて本日のゲストの皆さんです。拍手でお迎えください。さあではグリンチのイルミネーション点灯式の本日の写真撮影取材の方向けになっております。今日たくさん取材の方が来ておらっしゃいますので、皆様、はい、ではぎゅっと近づいていただきまして、まずは真ん中の、はい、オフィシャルカメラちょうど中央あたりにいますので、中央に目線皆さんお願いいたします。笑顔でよろしくお願いします。とにかく今日たくさんスチールカメラマンの皆さんもね、切っていただいております。はい、ありがとうございます。はい、現在真ん中です。はい、真ん中です。すいません、じゃあ左手側ですね。左手側先行きます。私たちから見ると左手側です。はい、ありがとうございます。はい、左手の方々どうですか。じゃあ左手の下あたりになります。ねえ、ちょっと分かりづらいんですよ、すいません。なんとなく、はい、左サイドを見ていただけるといいです。ごめんなさい、こちらがねちょっとライトで見えないんですね、あんまりね。はい、じゃあそろそろ右行きます。ごめんなさい、お時間ないのでそろそろ右行きますよ。はい、では今度右です。右側に体を向けていただいてもいいでしょうか。はい、お客様すいません、お写真撮れないのでね、ご了承くださいね、すいません。はい、今右手側から真ん中の方に移動していきます。右の寄りの真ん中ですね。はい、はい、じゃあそろそろ真ん中に体をまた戻していただいてもいいでしょうか。はい、最後に真ん中です。はい、今ここオフィシャルカメラですね、ちょっとテレビカメラ寄りの真ん中です。はい、そうしましたらテレビの方々たくさんいらっしゃってますね、手を振っていただいていいでしょうか。真ん中のテレビカメラに向かって皆さん手を振ってください。はい、いかがでしょうか。
はい、大丈夫ですということで、以上をもちまして本日のイルミネーション点灯式イベントは終了させていただきます。ゲストの皆様でした。盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。グリーンチは12月14日金曜日からロードショーになります。どうぞ皆様大スクリーンで映画ご覧くださいませ。本日のゲスト、大泉洋さん、アンさん、ロバート秋山隆二さん、横溝奈穂さん、宮野守さん、そしてね、主題歌担当しましたパフュームの柏優香さん、そしてあーちゃんさん、はい、ということで以上、点灯式の様子をお伝えさせていただきました、はい、はい、それではあの舞台挨拶の方どうぞ。どうぞ。パフュームの皆さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、ご覧ください。みんなグリーンチのマフラーを身につけていただいて、すごいですね、うん、これは家から持ってきたわけじゃないんですよね皆さんグリーンチの応援団で今日は映画見終わった後もつけてくださるそうですよ。あ、そうですか。うわ、嬉しいな。絶対外さないでくださいよ絶対電車の中もそれで、なんとか電車もですか、お願いします、本当に。ということで今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、いよいよ今日はお客様にこの映画グリーンチ日本語吹き替え版を見ていただくわけなので、ぜひ皆様から、皆様が思うこの映画の見どころっていうのをちょっと語っていただきたいと思います。まずは大泉洋さんからお願いします。はい、この映画の見どころでございますか、やはりその私がこの6日間かけて入れましたこの声この大変なんですよ。朝から晩までですからね、ずっと入れてましたからね、まあ、あのカンバーバッチさんが好き勝手に入れた声に私合わせましてですね、もう見どころはもう私のグリンチの口が映ってないところにも私声出てますから、なんかこうシッシッシッって言ってるとこがあるんですけど、もう口すら映ってないのに私がシッ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 って言ってるんですよ。もう全然変わらないんですよ、カンバーバッチと。カンバーバッチでいいじゃねえかって。いや、言わないです。そういうこと言わないでください。そうですか。まあ、やめてください。カンバーバッチさんがこうあのこやってる子にもちろん寸分たかず当ててって、グリンチがもうひどい目に遭うんですよ。うわーとか飛んでったりして、なんかそのそういう細かいうわーうわーとかっていうその驚きの声を聞いていただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。本当にね、細かいところまで大泉さん頑張っていただきました。ではアンさんはいかがでしょうか。はい、見どころですよね。まあ、私演じるドナーは風の村というあの舞台になった村に住む、シンディ・ルーと、そして双子の、男の子のお母さんなんですけれども、その風の村の村人たちが住んでいる風景が本当に心がワクワクして、これから1ヶ月後にクリスマスが控えているって、私も先週ぐらいに見させていただいたんですけれども、一気にクリスマスの気持ちが盛り上がるような感じになっているので、あのそういったもう本当に細かいディティールがあの散りばめられているので、そんな風景を楽しんでいただければと思います。大泉もそう言っていたと今記者さんの便乗しないでください。盗むな、すぐコメントまで。いやいやいや、コメントまで盗む、コメントも盗んでやるひねくれ者分かんないんだから締めになっちゃうと、あまりにもダメな私コメントだったなと思ってねカンバーはね、本国に牙を剥くねまたそればっかりになっちゃいますから、ここはね、あのオフィシャルだけでございますから、ご安心して喋っていただければと思っております。はい、では続きまして秋山さんお願いします。はい、ブリークルバウムという陽気なおじさんの、役をやらせていただきました秋山と申しますね。本当こんな感じの格好なんで見ていただきたいです。分かりやすいです多分。そうですね、 あいつだっての一撃で分かりますので。そうですね、確かに一人だけ実写化してる人が実写化、なんで実写化しちゃったの。いや、なんでこうとは私も思いませんで、みんな揃ってくるかなと思ったらみんなシックに来られたので調子乗ってるみたいな感じになっちゃったので、ね、でも本当に隙間にあのいっぱいこうはっていうなんかよく笑う陽気なおじさんだったんで、もう空いたスペースに全部っていうのをいっぱい入れたんで、そのこれ果たして吹き替えなのかどうか、隙間をただ母で埋めるだけ、そういう何日間がありましたね。ぜひ見ていただきたいですね。最高のっていう箇所を探してください。そこばっかり。はい、ありがとうございます。楽しいストーリーです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ横溝奈穂ちゃんお願いします。
シンディールーの声を担当した横溝奈穂です。シンディールーはサンタさんにお願い事をしたくて、クリスマスをすごい楽しみにしていて、シンディールーがグリンチの心をどう開いていくかが見どころです。ねえ、素敵。いいよね。シンディールがグリンチの心をどうやって開いていくかがね、はい、見どころなんだよね。はい、ちゃんとして盗んだ。ちゃんとコメント嘘やろ。何がですか。コメント盗んだ。より分かりやすくお伝えしたんでしょ今。本当ですか。そうです。解説しただけってことですね。そうです。なんか全部盗んでるっぽいね。盗んでるっぽい。ありがとうございます、うん、では続きまして宮野守さんお願いします。はい、私はナレーター役として、参加しております、このグリンチでのナレーションはいわゆる物語を説明するという堅苦しい感じではなくて、グリンチの気持ちに寄り添ったようなそういう語り口で、ナレーションをしています。そして、原作のその書かれ方がとてもリズミカルだということで日本語の方でもちょっと韻を踏んだ言い回しだったりとか皆さん心地よく聞いていただけるんじゃないかというふうに思います。はい、ありがとうございます。すでに心地いいですもん今。 ありがとうございます。すでに心地いいですか、うん、ありがとうございます。では主題歌を担当された Perfume の皆さんはどんなところが見どころだと思いますでしょうか。はい、私たちは出演はしていなくって日本語版のテーマソングとして参加させていただいたのでもう本当にただのファンとして、はい、見せていただきましたね。うん、そうなんです。やっぱり映画がこうイルミネーションならではの面白いシーンが散りばめられてるんですよね。こう主人公とかメインのキャラクターだけじゃなくて街の中に現れる人だったり動物だったり、うん、もう一回じゃ見切れないくらいすごい楽しいシーンがいっぱいあるのでぜひ何度も見てほしいなと思います。なんかほんまに見終わった後にもう子供も大人も関係なくなんじゃろうね涙が出る。感動するんよね。まさか感動すると思わなかったよね。うわ、めっちゃ大泉洋じゃーって言ったこと。あとめっちゃ大泉洋やって言われてますよ。うわ語りまもーみたいななるとこと、もう本当にいろいろね右往左往されるよね心がね。じゃけど最後には知らん間に泣いとってもうちょっと標準語で話してもらっていいです。伝わりにくいんですよ。なんかじゃじゃじゃだとかなんとか伝わりにくい。もう少し標準語話せませんかね。いや普通に喋ってたんですけど。いやいやものすごいなまってらっしゃるんですよ。あじゃあもう一回最初から。いやいいですいいです、もうそんなもういいですわ。もういいですか。うおさおしてとかもよくわからない。いやうおさおは普通でしょ。もう大丈夫ですか。気持ちがねとかってのっちがこう訳してくれるからわかる。そうもう二人でもう助かってます。3人で、はい、やってますね。3人で、はい、2人に助かってます。Perfumeです。はい、Perfumeです、うん、ありがとうございます。でも大泉さん嬉しいですよね。パフュームの皆さんが褒めたたえております。いや素晴らしいコメントでしたね。ほとんど大泉が言ったって書いていただきたいですね。すぐ盗む。私もねそう思ってたんですよ。本当にイルミネーションのそういうね可愛らしいねクリスマスの様子だとかそのキャラクターを見てほしいってすぐ盗む思ってたんですよ。私も思ってたのになんであんなひどいこと言ったんだろう。自分じゃないですか。自分の腕の声見てくださいとか。ひどいですよ本当に。本当に最悪ですよ。最悪です。最悪人下の子ちゃんだってちゃんとね言ってんの。そう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 、すいませんでした。いやいやもうね皆さんね上映後にねぜひネットで調べてみてください。どんな記事が出ているのか楽しみにしていただければと思ってます。悪悪さあここでですよ、この舞台挨拶ならではのちょっとしたことをご用意させていただきました。なんと皆さんにプレゼントがあるんです。こちらです。何ですか。どちら。おー出てきました出てきました。何ですか。はいご覧ください。おーおーたったなおちゃんあれだ。すごい。えあらあすごいすごい。これニューヨークプレミアの時見たね。すげえ何これ。はいこちらなんですけどグリーンチのテーマ音楽を担当しているタイラー・ザ・クリエイターとイルミネーションが共同でデザインしたスニーカーを大泉さんとアンさんと秋山さんと宮野さんにプレゼント。すごい、はい、でなおちゃんにはモフモフのイヤーモフ。はい、なほちゃんイヤーモフですよ。イヤーモフ、耳のやつか。耳当てです。かわいいやつです。はい、ありがとうございます。あら、かわいい。あ、ごめんなさい、グリンチが倒れて。そ
してバビウムの皆さんにはオリジナルカットソー、こちらのプレゼントでございます。あらバビウムちゃんも、すごいグリーンチボディさん、どうですか、かわいい、子供のグリーンチが、え、これくれるの、はい、プレゼントだそうです。知らんかった。うわー、かわいい、めちゃくちゃいいじゃないですか。裏もかわいいじゃないですか、これ。すごい、本当に、本当にちゃんとしたやつですね、これ。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。皆さんだけのためにプレゼントということで、後ろにグリンチの顔が、本当だ、後ろにグリンチの顔がついてる。あ、悪い顔してる、本当だ。あ、履きますか、ちょっと履いてみようかな。ちょっと履きたいね、これ。あれ、これちょっと待って、これなんか紐がいっぱいついてない確かに紐多いですね。開けた。お、いい。あ、かわいい。かわいいかも。いやよかった、僕ね、本当今日履いてた革靴しか持ってないんでね。嘘つけ嘘をつけなさいよ。そんなわけないだろ。よかったですよ、嘘をつけなさい。やっとこれで2足目ができて、かわいいじゃないですか。入るかわいい、ぴったり、グリンチだってなる。いや、やっとグリンチっぽいですよ、やっぱグリンチだ、今日やっとグリンチっぽいずっと黒でいるんだもん。いや、もうやっとグリンチ色、ここで全身黒になっちゃったね、でもアンさん、ね、男性陣3人とペアになりました、はい、お揃いでございます。そうですね、いいっすねなんで若干やらかじゃん、まあ、でもそうですね、お揃いでまた舞台挨拶の時ね。えいや、これいいっすよ、みんなで出かけましょうよ、ね、みんなでもしあれたら半分あげましょうか。いいよ半分いらないでしょう。どう考えよう。でもそして見てください、ほら、なほちゃんのもう山ほどかわいいこと、かわいい、これめちゃくちゃいいよ、かわいい。ちょっとつけてみるか、どれこんなおい、いらないんだよ、そういうボケ。何がだよ、こんなもう何年前のやつだ、これぐらいの年から教えてった方がいいんですって今日はいいだろう、そんなこんな記念すべきところで。次から一回乗ってみるんで、あ、可愛いです、何でもここにしてるんだとか、一回乗るんだよ乗らないよ乗るわ、かわいい、かわいいね、どうです、かわいい、すごい横幅が、え、あれ、これひょっとして前後ろ逆かな、俺、え、そんなことない、合ってますかね、いいんじゃないですか、あ、かわいいわ、かわいい、かわいい、あったかい、名前かい、名前が書いてある、めちゃくちゃいいよこれ、なほちゃん名前が書いてある、うん、ちょっと危ないから取りましょうね、はい、ありがとうございました。名前を取る、でも可愛いね、はい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 、あ、またなんか俺ミスしたの、これ、いやいや、ね、これからも大事に、ね、使ってくださいね、ねえ、はい、ありがとうございます、かわいい。さあ、そして見てくださいよ、パフュームのこのね、3人にはお揃いですよ、わあ、かわいい、これもかわいい、ちょっと着てもらっていいですか、着ないでしょここで、そういうタイプの服じゃないだろこれちょっとそうなんですか、かわいいですね、お揃いですね、かわいいね、子供の頃のグリンチだね、ベイビーグリンチですね、はい、ベイビーです、まだまだ素直だった頃なんですよ、グリンチはね、そこから大人になってどんどんひねくれていくというね、ほんま、かわいそうなんですよ、うん、見たらわかるけ、これなんか広島の映画ですかこれ方言がすごい、もう少しね、ご当地アニメじゃないですよね、もう少し標準語で話してパフュームが言うとご当地アニメになっちゃうんだよ見たらわかるげって言われてるからねじゃあ皆さん一通り喜んでいただいてるみたいなんで、ちょっと記念撮影をしたいと思います、はい、じゃあマイクをスタッフさん預かっていただいて、大泉さんにぎゅっと皆さん寄っていただいてもよろしいでしょうか、プレゼントをちょっと見せていただいて、これちゃんと受け取ったっていう写真を撮りたい、マイクを取り上げるんですか私からはい、ちょっと待ってくださいね、ね、ご家族で来てくださってるね人たちもいっぱいいる、ありがとうございます、あ、ね、おっしゃるカメラマンさん、ぜひ足まで撮っていただけると、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、ぎゅっと近づいていただきましてはい、ではおっしゃるカメラに向けての笑顔で写真撮影です、もらいましたという写真撮影です、はい、はい、いいでしょうかね、はい、もう最後にもう一枚
ありがとうございます。そしたら後ろのテレビに向かって元気よくものを見せていただいていいですか。これもらいましたって手振ってもらったりして、はい、ありがとうございます。はい、間違いなく本国にも届くと思います。はい、ということで、はいはい、ちゃんと本国に届けられればと思っておりますということで、映画グリーンチの舞台挨拶は、はい、これをもちまして終了になりますので、皆様どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ではパフィームの皆さんからお進みください。はい、かしゆかさん、あーちゃんさん、のっちさん、そしてはい、大泉洋さん、杏さん、秋山隆二さん、横溝奈穂さん、宮野守さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、以上舞台挨拶の様子でした。